出ろよ。腕見せろ。せろ、おら。おい、金どうした？誰から借りた？あ？今さら兄貴面かよ。あんたね、関係ねえだろ。おい、誰から借りたっつってんだよ。金なんか持ってねえだろ。おめえ売人でもやってんじゃねえだろうな、この野郎。言っとくぞ、またパクられるな。おめえにやることはヘマばっかり。また燃焼か。おい、おい、こっち見ろ。おら、いいか、おめえクズだから同じこと繰り返すんだよ。あんたはどうなんだよ。ん、俺が知らないとでも思ってんのか。あんたが裏で何やってんのか。生きるためだろうが。それでおめえの面倒見てきたんだよ。じゃあ誰に貸してもらうんだよ、あのクソ親父が。あいつ親父じゃねえよ。いや、おめえの親父だよ。だからおめえはクズなんだよ。シャブ出せよ。おい、ずっと泣くんだよ。どこやったこれ。出せ。あんたが俺に何してくれたんだよ。何してくれたんだよ。まあ、今回はよ、腕の立つバラシ屋じゃねえとダメなんだ。あ？半年前からよ、組の売り上げ抜かれてんのは知ってんだろ。商売相手探ってたんだが、実は伊野の連中がめくれたんだ。で？白米に沢村兄弟がやっちまった。奴が山岡と一緒に上がりをかすめやがった。冗談じゃねえぞ、これ一家の金だろ。こんな下っ端にパクられたんじゃ笑い者だよ。メンツがねえ、上になんて言うんだよな。だからこうやってバラしてんじゃねえのか。よし、おい、この件は最初から最悪だよ。俺らが死に物狂いで稼いだ金、それはババアの財布みたいに盗みやがったんだぞ。おめえ帰るぞ。ババアの財布だぜ。どこの奴らも今じゃ金に困ってるよ。俺ら一家も同じだろ。それにメンツまで潰されてよ、よくあんたら黙ってられるよな。弟の死体もこんな風に遊んだのか。やめろよ、龍二。お前この死体で何人目だよ。おい、聞いてんのか。おう、聞いてんよ。誰のせいでこんなクソみたいなことしてると思ってんだ、こら。じゃあ俺の話が済んでからそのクソ続けな。いいか、ガタガタ抜かしてるとお前もぶち殺すぞ。おう、誰が誰殺すんだよ。あ、言ってみろ、この野郎。リュウジ、やめろ。マジになんない。
葵、葵、後藤から連絡があったんだよ。あ、後藤、お前イヤホン外せよ。盗んだってめえ。お前分かってんだろ何盗んだか。おめえしかいねえだろ、他誰がいんだよ。てめえだって悪さしてんじゃねえかよ。あ、逃げそんじゃん。じいじい、うっせえ。あらあら、ガキはめえら言ってもねえぞ。おい待てよ。分かったよ。手に負えねえやろクソガキ。患者さんの妹が今日何しに来たんだ。ああ、こっちは別の娘で困ってんだ。龍二はおめえを狙ってる。おめえを抱きてって意味じゃねえぞ。つまんねえ冗談やめろ。当たり前だろうがよ。龍二は犬をやったぞ。俺らそれの後始末だ。冗談かどうかおめえが考えんだな。おい、ユリじゃねえか。悪いことやったのは分かってる。だから何やったんだよ。言わないの。それも分かんねえのに俺にどうしろっつんだよ。元の仲間がうちに来た。耐えれるのあんたしかいないの。俺と後藤の仲知ってんだろ。後藤はあんただったら話聞くって言ってんの。なんで俺が関係あんだよ。出ないと葵を殺すって。夏にあんたしかいないの。奴には関係ねえし、あんたにも関係ねえ。おめえその前にガム引っ掛けたこと謝れよ。気にしてんじゃねえか。あ、大人なのにじいせんだよ。なんだおめえ、文句あんなら出てけよ。うっせえの、おめえが出てけよ。ここ俺の家なんだよ。朝から仕掛けやがってこの野郎。ガキは学校でも行ったろこら。うっせえな、卒業したんだよ。大学でしょ。あ、違う、自分から辞めてやったんだよ。この子ね、学校でも手に負えないからうちで働かせて。働いてやってんだろうが。は、何働いてやってるって。あんたどこ行っても問題起こすじゃん。私のせいじゃねえってやつらがバカなんだけど。あんたのせいが。おい喧嘩すんから。つうかお前いつも男の趣味悪いんだよ。てかあんたに言われたくないんだけど。あ、なんで。は、この前連れてきた男なんだけどさ。お前好きだな。何の話でしたか。もう何の話で聞こえる。おい喧嘩すんなよ。あ、分かった分かった。話聞いてやるから。聞いてるってなんでやってんねん。聞いてやるわ。聞いてやるだろこれ。回ってんじゃないプラグ。あ、点火プラグ下手ってるって言ってんの。預けてよ、私が直す。いいか、指一本触れんじゃねえぞ。はいはい。
やあ、何やってんだよ。山岡。ああ、旅行か。なら一緒に行こうぜ。つけたな。ああ、おめえの考えてることなんてな、知れてんだよ。それが欲しいだけだよ。これはお前らには関係ねえよ。俺と一家の問題だよ。おめえらはただのハングリ上がりのチンピラだよ。俺らの真似事ばっかしてっと痛い目見るぞ。何してんの？Get out!
息を出せこれ出せよ出せよ出せよ大丈夫だ。ゆっくり来しろ。